い、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、お名前をお願いします。田畑と申します。田畑さん、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。早速ですけど、グローブをちょっとドーンと出していただいて。はい、こちらになります。お、スラッカー。はい。黒いスラッカーはおしゃれ。いいっすね。ちょっといいっすか、お願いします。はい。あ、軽い。そうです、グリスで抜いてます。あー、わざとですか。自分で抜きました。なかなかいないですけどね。えげつないな。これあれですか、エルナナですか。エルナナ S ですね。じゃあ、あれ松井和夫監督ってエルナナ S も使ってますよね。そうですね、エルナナ自分昔使ったんですけど、す、ね、ちょっと大きいなと思って、ちょっと内野と外野自分両方やるんで、なるほど、ちょっと同じグローブのがやっぱいいなって感覚的になってきたんで、エルナナ S。なるほどですね。今浅村選手も N7S3 ですね。3か、はい、とかなんで大きさ的には一緒ですもんね。そうですね、ここがはみ出しがあるかないかで、はみ出しじゃない、折り返しハーフから普通に全部折り返されてるかの違いですもんね。そうですね。なるほど。これは公式ですか軟式ですか。 SN なんで軟式の方ですね。ああ、はい、軟式なのにグリス抜いたんですか。抜きましたね。痛くないですかスラッカーで。結構痛いんですけど、やっぱちょっと使いやすさ重視。あどちらでご購入されました。これはあの川越の時和スポーツさんです、ね。ああ、時和さんで、はい。でも何店舗も回って、やっぱりですか。自分のやっぱスラッカーちょっと革に、ね、癖ありますよね。そうですね、ちょっと波があるんで、ちょっと自分の手に馴染むので、うんうん、軽いやつでちょっと、ちょっとあとしっとりしてる感じ。はい、まあ、そうなんですよ。スラッカーのグローブの肝なところって、はい、グローブによってはたまにカサッとしちゃうんですよね。そうですね。これ片付けはご自身で。片付けも自分でやりました、ね。湯もみも。あ、湯もみはやってないです。ああ、湯もみなしですか。畑山のリキッドオイルだっけ。パッケージが多いやつ。パッケージが多いやつ。それちょっと柔らかくして、でちょっとグリス抜いて、あと水野のスクワランオイル。ああ。水野か。であと固形面はちょっとあの畑山の固形オイル。はい。ちょっと薄く塗ってちょっとグリップ効くようにしてます。そう、なんか。湯もみしないとスラッカー完成しないイメージだったんですけど、シワ全くないんで、はい、いやいいグローブを見つけたのか、片付けとかお手入れがうまいのかどっちかなのかっていういや、どちらにしても素晴らしいグローブですね。 ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあね、こだわりの強いグローブで今後国際球、はい、頑張ってみてください。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ続いての方に来ていただきました。お名前をお願いします。ラスカチョ所属の田中と申します。田中さん、はい、はい、お願いします。お願いします。いつも練習試合、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも投げてます。そうです、今日はね、ちょっと肩痛いちゃった。あー、なるほどですね。じゃあボーリングやりすぎてじゃあ今度の対戦の時は、ね、どうせまた絶対勝率でやってもらう。絶対お願いします。はい、直します。はい、よろしくお願いします、はい。じゃあ今回グローブ紹介ということで、はい、ちょっと前にドンと出していただいて。これですね、もう年季の入った。おー、ローリングス。ローリングス、弟が、高校野球で使ってた。おー、ほーほー。投手だったんですけど、はい、まあ公明は言えないですけど、甲子園っていうか、こう、いただいたというか、もらいました。あ、でも甲子園グローブですね。そうです。ちょっといいですか、お返し。25、6年前ですよ。すげえ、うん。アシックスローリングスの時だ。そう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 。なるほど、25、6年前、僕生まれてちょっとぐらいですね。年丸ちゃん。25、6年前のグローブ、まだ使えてるっていう、革製品の凄さが、うん、いや本当そう、出てるグローブで、やっぱ時代を感じるなっていうのは、うんうん、なんもないバスケットウェブ。当時はね、これが最先端というか、うん、そうです、主流でしたから、ね、大きめですね、大きめです、ピッチャー用で、はいはい、で、和田岡津ピッチャー用でもう一個年季感じるなっていう時代感じになったのが指カバーがないそうそうそう、でもピッチャー用なんですよね、うん、やっぱいい革だとグローブの持ちもすごいいいなっていうのもあるので、まあ、この甲子園グローブね、基本ローリングス好きなんだよね。あー、なるほどですね。じゃあ今またね、ローリングス出てきましたからね。そう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 。じゃあ、ありがとうございます、はい。じゃあね、今度の対戦の時にはちょっとこのグローブで、もうぜひ、はい、また僕も打席立たせてもらえればよろしくお願いします。思います。どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお次の方に来ていただきました。お名前をお願いします。板垣達也です。板垣さん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。グローブ紹介させていただいているので、はい、前にドンとグローブ出していただいて、はい、こちらです。おっと、これはナイキの川上消しモレです。おカットボールの。カットボールの、はい。いやー、すごいな。あ、ナイキって言ったら、いや、モデルあるのは知ってたんですよ、はいはい、高部さんモデルがあるのは知ってたんですけど、はい、ナイキといったらやっぱピッチャー用で言ったら松坂投手、ダルビッシュ投手が多かったので、はい、あと上原投手か。そう、珍しいなって。もともと中日ファンで、おお、川上憲伸さんちょっと憧れてやり始めたんで、はいはいはい、そうですね、素晴らしいチームですよね中日は。素晴らしいチームですね、本当に。ウェブに多分 K って書いてあるんですよね、川上憲伸の KK って。そうですね、書いてあるんですよね。で、縦閉じ結構、まあ握っても土手がしっかりしてるような、はい、もうないですからね、ナイキなんて。ここにやっぱりあの
ケットでシグネチャーモデルって書いてあるんで、シグネチャーだったんですか、あれですね、シグネチャーモデル、シグネチャーモデルって書いてあるんで、まあ、ガチモンですよね、プロモンで、はい、やばいですね。これなんかこだわりとか特徴とか、さっきも言ってもらったんですけど、ここ縦閉じなんで、自分投げるときここはすごい使うんで、はい、あまり潰れずに土手をしっかりさせたい、はい、投げやすい、だからあの速いと思うんですね。黄金期を支えた当時なので、僕もちょっとその世代なんで、久々にこのグローブに出会えてすごい、なんか僕が嬉しくなりました。ありがとうございます、はい、じゃあ、あの今これで、あれ守備はセンターライトですね。じゃあ今またちょっと守備変わっちゃって、はい、あの守りになっちゃったんで、これでライトでもいいプレー見せてください。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、ということでね、まあ、過去にもね、はい、一回出てもらいましたね、はい、お名前をお願いします。のぞみです。はい、所沢リトルの動画で、はい、過去のね、はい、動画で出ていただきました。今はちなみにどちらで、川崎のクラブチームに入ります。おー、チーム名はハマンジインフィニティ。ハマンジインフィニティ、インフィニティ、はい、はい、ということで、まあ、ちょっと久々に、出ていただくということで、この前はね、ちょろっと紹介したときに、はい、外野用の水のプロ、使ってたんですけども、はい、ちょっと今使ってるグループ、前に出していただいて、はい、おー、水のプロ、水のプロの 5DNA テクノロジーのファーストミット。はい、ファーストミット。今ファーストやってるの？今ファーストやった。おー、前からファーストだった？前外野でした。ですよね、はい、だから外野を持ってたんですね。そうです。なるほどですね。今のチームに入ってからファーストに。そうです。おお、公式用で。公式用。高かったじゃないですか。高かったです。自分の金。はい。わあ、さすが。いいですね。こだわりとか特徴とかある？いや、こだわり、この色の、このキャメ色がそう欲しくて、うん、選びました。なるほどね。はい、で、まあ、この他にもね、水のプロまだ内容を持ってたりとかね、はい、やっぱ水のプロ物がいいですからね、はい、水のプロ好きっていうので、はい、あの全部水のプロで合わせてるってところで、やっぱ野球が好きなのもすごい伝わってくるので、まあ、このままね、はい、クラブチームで頑張ってもらえればと思います。といったところで、またたまにね、はい、翔平 TV にも出てもらえればと思います、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。あれからね、あのほぼ出てきてくれて、出てくれてないからね、あ、今日一回、そう、あの後一回ね、いなかったですもんね、仕事でした、はい。なんで煽られなきゃいけないの。すみません。まあ、あのそういったことで引き続き、はい、よろしくお願いします。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日3本かな2本かな、グローブ紹介の方させていただきました、こういったね、場を設けてくださったしゅんさん、ありがとうございます。多分翔平 TV、翔平図と、対戦することもあると思うので、その時は引き続きよろしくお願いいたします。はい、といったことでね、普段対戦しているところで、今日はね、皆さんに混ざって、やらせていただきましたが、今後、まあ、翔平図の対戦ということで、まあ、翔平図も、随時募集しておりますので、翔平図に行きたい方はぜひご連絡をお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。イエーイ、イエーイ、イエーイ、そう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 、ハハハハ。